iPhone5 に伊沢オプトのレンズ、こちらをつけて画角比較テストを行ってみたいと思います。まずは何もつけない状態で写真、はい、こちらが撮影された写真です。 iPhone は割と広角寄りなレンズなんですね。綺麗に写っています。これがテレコンをつけると遠くのものまでよく見えるようになっております。ただ上の橋桁が湾曲してしまってますね。こちら 0.7 倍のワイドレンズです。相当広い範囲で写るようになってきました。橋もたくさん見えます。 0.5 倍になってくるとケラレが生じてしまってますね。周辺部も少しボケています。KSW2 は先ほどの KSW1 と画角はほとんど変わらないんですけれども、周辺部は綺麗に写ってますね。そして魚眼レンズ、かなり広い感じで湾曲して写っております。これはもう楽しむ感じですね。185度になると上下も含めてまん丸の写真になりました。すべて見えてます。そしてそれぞれのレンズをどのぐらいの画角なのか1枚にまとめてみました。こうやって並べてみると画角の違いっていうのが一目瞭然ですよね。いかがでしょうか。では続きましてインカメラの比較を行っていきましょう。インカメラに切り替えまして、まずはじゃあそのまんま標準で写真です。はい、こちらインカメラのレンズなしの写真です。インカメラはアウトカメラよりも若干望遠寄りなんですね。テレコンをつけてみましたけれども、実際自分撮りでテレコンをつけることはあんまりないとは思います。 0.7 倍のワイドになってくると周りが随分映ってくるので、自分撮りには一番ちょうどいい画角かもしれませんね。0.5 倍になると若干ケラレが生じてしまいますが、周りの景色もだいぶ映ってきております。 KSW-1 とほぼ同じような画角なんですけれども、周辺部まで綺麗に映っていますね。そして魚眼レンズ、自分撮りの集合写真などには最適ですね。これは楽しい写真が撮れます。もっと人数が多くなってくると185度の自分撮り、こんな写真なかなか見たことないですよね。はい、これもアウトカメラと同様に画角の比較を1枚にまとめてみました。自分が中心なのか周りの景色も見せたいのかによっていろいろレンズを使い分けることができそうです。いかがでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。